フランスと対戦いたしますが、ここで放送席にはオリンピックのチャンピオン斉藤選手を迎えいたします。もうお正月早々強化トレーニングだそうですね。はい、そうですね。ところで、今年はですね、ソウルで水とたった一つの食品を選ぶとしたらカロリーメイト、バランス栄養食カロリーメイト。1回戦団体戦シードされております日本がフランスと対戦いたしますが、ここで放送席にはオリンピックのチャンピオン斉藤選手を迎えいたします。もうお正月早々強化トレーニングだそうですね。はい、そうですね。ところで、今年はですね、ソウルのオリンピックの、あの、いや、世界選手権がありますけどね、はい、目標はどういうところにありますか？そうですね、まず全日本選手権ですね、4月の、はい、はい。ところで、この勝利杯はですね、第1回大会の思い出はどうですか？チャンピオンになってますね。そうですね、まず試合の前はですね、うん、とにかく第1回だから、はい、絶対日本人が勝たないかという気持ちで、もう絶対勝つんだという気持ちだったし、あとはもう自分自身の学生生活最後のですね、試合だったからですね、いい試合をしたいなという感じだったですね。そうですか、はい。これから団体戦が始まりますが、一ついろいろお話をお伺いいたします。はい、よろしくお願いします。3番手が登場いたしました。日本は須貝、フランスがジャルノ。大いに須貝に期待したいですね。これ須貝の組手ですから、はい、足技から連絡をしていって、はい、やや腰を引いております。フランス取られましたね。あ、そうですね、はい、やはり腰を引いた防御姿勢ですか、それとも、はい、そうですね、極端に腰を引いておりますジャルノ。さあ須貝が右を取った、左もこのエリア当てを取ってきております。さあ内股、一本、一本ですね、須貝の内股一本であります。やはりさすがに須貝ですね、決めるべきことは決めてます。自分のものを持ってますね。うまく左の内股、得意の技が出ました。ああやって腰を引いてる相手に対してもああいう技は有効なんですね。もう内股は腰を引いた相手にはもう一番有効ですね、ここです。相手が攻めてくるところ見事に入りました。見事ですね。体落とし、今度は正木の払い腰、一本、一本決まりました。見事に決まりました。これで日本が4対1でフランスを破りまして、この後韓国と対戦するわけであります。いやー、正木もだいぶ気合が入ってます ね。どうですか？いいですね、はい、今のは向こうが攻めてきた隙をうまくつきましたですね。大車のような感じ。あ、そうですか。なかなかうまく左手の使い方が良かったですね。その場面です。正木左から、ここですね、見事に入ってから、ね、しかもルブランのようにガーンと150キロの体重が伸びましたね。決めますからね、最後は。そうですね、マサキ選手、足を使ってですね、崩せばかかるんじゃないでしょうか。例のあの左の、そうです、おー、はい、一本、素晴らしいですね。5番目返しですね。いやいや、出足払い、出足払い、一本ですね。綺麗な一本です。細と気味の出足払い、そうですね、鮮やかですね。鮮やかですね、一本勝ちました日本は。これで勝ちましたね、素晴らしい、素晴らしい、まさきの鮮やかな左の、はい、ここですね、ここ見事に決まりました。これで日本が優勝と決まったわけですけれども、大したもんですね。いやー、すごいですね。いや、興奮しますよ、あの試合。日本選手の敗戦、この組手ですと、トイカは、トイカはもうこれで前に取ってますからね、おっと、大きい選手がこぼれない、炭返しですね、炭返しですね、よく、大きい選手よく動きますね。フォーカーを取りました、行くたちが、抑え込みますね、抑え込みですね、縦四方ですね、大きい戸川に対して追いかぶされました、縦四方、これ決まりですね。いや、なかなか斉藤選手が要注意と先ほど言った通り、やはりこのビクタシェフは
細かい技を見せた後のこの最後ですね。そうですね。立ってよし寝てよしですね。そうですね。それのあの大きな選手はあの隅返しっていうのをよくやりますね、はい、そうですね、ということで最後の大将戦はビクタシムが取りまして、これで、一本勝ち日本。ポーランドはリン柔道が盛んですね。内股ですね。これは有効ですか。内股有効、技ありに訂正になりますね。技ありに訂正、はい、右の内股が出ました。ポーランドのレジェンですね。そうです。まあ、今まで積極的ですかね、はい、かなり日本も研究してるんですけどね、はい、もうこの大会でもマスターが取りましたし、ね、あと残り時間は35秒です。78キロ級の3位決定戦。これは決まりました、これは決まりました。あの技ありを取った後レジェンの動き良くなりました ね、 そうですね。一本勝ちレジェン、78キロ級の3位はレジェンと決まりました。今の場面です。膝をついて投げましたが、まあ、これから起き上がっていってますからね、はい、ちょうど右組みで左の一本で、そうですね。さてこれより78キロ級の決勝戦が行われます。よしですね。そうですね。勝っても出てもよしですね。練習の後は必ず日本選手にありがとうございましたと日本語で、挨拶するそうですね。その今の外人です、珍しいですね。そうですね。左利きです。払い腰一本、見事に払い腰が決まりまして堂々財前バッハ。86キロ以下級断然に強い。強いですね。社長さんいかがでした。まあ、今あのリーが足を持って出てくるところをうまく変化をしてですね、はい、払い腰に行ったんですけど素晴らしいですね。そうですね。当然山下さん今年の世界選手権あたりも出てくると思いますが ね、はい、ますね。そうですね。まだまだ若いですからね、はい、すごい払い腰です。86キロ以下級堂々優勝、さすがに金メダリスト、ロサンゼルスオリンピックの金メダリストの貫禄を見せつけました。財前バッハ見事に韓国のイーを破りまして優勝で、オレキソンも世界の火抜き舞台ロサンゼルスのオリンピックで銅メダルを取ったというその自信があるでありましょう。フリドリクソン、遠い国から日本にやってまいりました。内股、これは一本だった。すごい、すごい、堂々の金メダル、大喜び。いやすごいですね。やりましたね。さすがに技師須貝であります。金メダルをもたらしました。うまく回り込んでやりましたね。これで2連勝、昨年に続いて勝利2回、国際学生柔道2連覇を出しました。さあスロービデオ、山下さんちょっと解説してください。うまく回ったところですね、飛び込んで、もう鮮やかな左内股でございます。素晴らしい技を見せました。昨日の国戦で団体戦でもデビセンクにこの手が飛びません。体重は130キロです。中国の市まさき、昨日の団体戦ではフランスのルブラ、韓国のキム、それからソビエトのイボルド・ザリゼ、いずれも一本勝ちで勝っておりまして、特にソビエトのイボルド・ザリゼとの団体戦の対戦では左からの見事な送り手払いで、あの戦いを宙に飛ばせました正木であります。おそらくこの試合でも山下さん、はい、左からのですね、足技狙っているんでしょうね。狙ってますね。一本、素晴らしい払い腰ですね。払い腰一本、一本勝ち、1分10秒で決まりました。見事な技でした。昨日から切れ味がいいですね。切れてますね。技が大きい石に対しまして左からの払い腰、試合は1分10秒で決まりました。まさき2回戦へ進出。今の試合は前の行われた試合結果を今、はい、ここですね。ちょっと相手を動かしておいて、どういう入り方ですかね、岩下さんね。飛び込んでますね、はい、左手の使い方が上手くなってますね。それで、まさきはこの大会、昨日から4本、いずれも1本勝ちであります。1回戦がシードされておりまして、この後、2回戦で
東ドイツのシェルピンと対戦いたします。あ、崩した、体落としですね。どうですか、これは効果、効果を取りました、うん、岡田、まあ、関節を取る、関節取りに行きましたね。大きい左腕を決めに行こうとしております岡田、まあ、1回戦でフランスのルブランに僅差で勝っております。さあどうだ、左から崩しに入りました。岡田も上になって、はい、締めました、締め技ですね。これはどうでしょう、入ってますね、入ってますか、はい、苦しそうに口を広げております。白い歯が見えています、レシコ。ちょっと締めが甘いかもしれない。そうですか、反対側の絵を持ってきましたので、もう少し上に上がればいいですね、はい、あ、一本参った、締め技、岡田の一本勝ちであります。そうしますと今の決まり手はどうなりますかね。送りやり締め、送りやり締め、はい、背中の方からうまく締めました岡田、一本勝ち、送り襟締め。やっぱ終始攻撃してましたからね、はい、準決勝へ進みました岡田であります。送り襟締め、今の岡田が締めに入ります。まず効果を取っておいて倒したレシコに対しまして、まず左手でこれは襟ね、山下さん、そうです、どの辺が良かったですか。ちょっと締めが甘かったんですね、はい、最初は右手 で、はい、反対側の襟を引いたんですね。今の、はい、この右手ですね、下になってますね、まだ引いてないですね、この右手を、はい、持ってきて、ここで反対側の襟をふっと引いたら引いたと、はい、締めが、あ、ここで巻いた、こういうことですね。ご覧のように非常にいい位置から今見えましたけれども、岡田送り襟締め、レシコを破りまして準決勝戦へ進みました。第2試合場で2ベッキュー、一本ですね、一本ですね、そうです、一本です、見事に決まりました、払い腰ですね、いいタイミングですね、一度かけて、はい、打った相手が踏ん張ってそれもう一回入ったですね、はい、見事に決まりました、まさきの払い腰、好調ですね、好調ですね、自信満々という顔つきですね。それでは今の正木の見事な払い腰、この体勢がしきりに押してるんですね、もう一戦正木、これで昨日の団体戦からいずれも一本勝ち、好調ですね、はい、力持ちなんですよね、腕の力がある、ほど力がある人は見たことがないというような関係者の話がありました。このソビエトのキコルドザリで村上としてはどう攻めたらいいですか、橋本さん。まあ、村上はあの得意技、今か、あ、大外刈り、これですね、右の払い、右の払いをして1本、大外刈りですね、大外刈りで1本、まあ、一番得意の技、よく破りました、すごいですね、そうですね、38秒で決まりました、キボルトザルデが畳に乗り込むような勢いだったですね、そうですね、38秒で決まりました村上の技、これですね、はい、大外よくなりましたね、村上はね、なりました、わずか38秒で、あのソビエトの巨大のキボルトザルデを破りました。そして岡田、しかしこの気迫をレシコを破って準決勝に進みましたが、マサキとの対戦で抑え込みに敗れております。岡田の方が攻めてますね、今見せる、これはどうですか、効果ですか、効果、効果を取りましたか、そうですね、効果、岡田の得意の1分を切りますね、はい、からおっと、ね、技あり、抑え込み、いやいや、1本ですね、いや、はい、両腹心が1本を示しております。技ありを取り返して1本、1本、岡田の1本勝ち、見事な背負い投げですね、見事な背負い投げですね、たびたび見せておりました背負い投げ、決まりました、決まりましたね、はい、うまく決まった、タイミングが良かったですね、そうですね、再三再四狙っておりました、あの背負い落としのようになりますね、最後は主審は技ありを示しましたが、両腹心が1本、したがってこれを提出ご覧いただきますが、片襟を持ってですね、
こうやって踏み込んで太鼓落としのような格好で醤油落としですね。文句なしの一本ですね。文句なしの一本です、はい、いやなかなかいい技が出ました。相手のもうどん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 攻めていけば 1% 勝機は見出せると。こういう気持ち一本払い腰、ちょうどあのレッドゾーンの上から投げまして、まさきは残ってましたが村上は跳ね飛びました。しかし村上はもう検討しましたね、はい、自分の技を出しましたからね、まさきの得意のあの左の払い腰、これが決まりました。したがって無差別級のチャンピオンには日本のまさき、そして若手の村上が2位、今のところですね、まさきの向こうに左足が飛ぶんです。足が残ったままですね。1分33秒でまさき、この無差別級の世界チャンピオンになりました。勝利機会を獲得しました。まあ、ここからなんとか背負い投げを繰り出そうとは考えてました。かなりの変形ですよね。はい、まもなく表彰式を行います。内股を残して、そうですね、藤井さんいかがですか、見てて。そうですね、うまく左手を操作しましたですね。うまいですね。山下の見事な一本勝ち、27秒で決まりました。新鋭の正木、思い切ってぶつかっていきましたが、見事な一本勝ち。山下大外刈りで見事に決めました。軽く一周という感じですね。そうですね、あの正木がちょっと少し崩れて動いたですね、そこを狙いましたですね。わずかの隙も逃しませんね。そうですね、完璧ですね。さすがに世界一です。世界の第一人者山下、堂々と決勝進出を決めまして、これで決勝の対戦は、藤井さんが今のお話で山下のまず完璧な柔道ということだったんですが、それにしても見事に決まりましたね。鮮やかですね。鮮やかですね、はい、あれですね、あの、うまく正木が動いたところですね、はい、動いて止まりかかったところですね、はい、なかなか筋をついた方がいいんですけどね。4回戦試合番号35番白を取り切りました。見事な内股でしたね。鮮やかです。これがあの試合開始12秒ですね。早いですね、やはり下がると、相手は下がると、あの斉藤ですか、それですね、あの追い込んでいって足を割る内股ですね、はい、だからもう少し追い込ませた方がいいみたいですね。まあ、今の斉藤選手の内股、ちょうどその前のベリチェフ、そうですね、あの最後のベリチェフの内股ですね、あれでなんか気分良くしたみたいですね、この左の内股よく跳ね上げてますね。そうですね、そしてまた引き手も十分でした。シュナーベル正木ストーリー4回戦になります。見事に決めました。鮮やかですね、オーストですね、オーストから巻き込んだんですね、はい、ちょっとこう歯を見せました。正木、正木の組み手、引き手を握りまして、ましたね、はい、あれからですね、はい、オーストを行って、はい、それからオーストから巻きましたですね。見事に巻き込みましたね。正木は払い腰できますからね、だからオーストから、あまりにも狭まってますからね、はい、はい、ちょっと大外刈りを見せましたのはパリ。支え釣り込み足、これがあの大車気味なんですね。そうです、内股、左からの内股、パリ動きが出ました。もう少し待つ、あれですね、技かけてるチャンスですね、はいはい、巻き込んでいく、巻き込んだ、払い巻き込み、巻き込みました、松井の勝ちです。5分49秒。うまかったですね。はい。この明日ね、はい。うまくいきました。というのが気持ちいいですね。そうですね。はい。まず踏み込んで相手の右の腕を。もう一回ですね。はい。もう一歩踏み込みましたですね。巻き込んでいきますね。それから
払って、ま、巻きましたですね、はい、払い巻き込みで松井がパリジを破りました。3位を決めました。まあパリジとしては、いや、有効から技あり、技ありになりました、はい、左からの払い巻き、その前の技ありですね、これが。そうですね、はい、オーストバックですね。になっています。やりました斉藤、見事な一本勝ち、2分12秒で決めております。右からの大外、左からの大外回り、粘って粘りましたが、ついに体預けました。粘っこいですね、斉藤の体も、あ、いいとこ入りましたですね。やりましたね。これで日本逆転のチャンスが出ました、目を離せません。大外、これは技あり、技ありです。そのまま抑え込みに入った、けさ固め抑え込みに入っています。25秒で合わせ技一本になります。もう完全ですね、諦めましたね。これで日本の勝利はほぼ確定的になりました。25秒で技あり、合わせて一本になります。山下がっちりと抑え込んでいます。25秒、技あり、合わせて1本、日本がフランスを下しまして決勝進出いたしました。さすがに日本のエース。お互いに2勝2敗、2勝ずつ上げております。2対2ですが、内容が見事です。この左からの大外刈り、強引にいってますね、これが技あり、もうそのままけさ固めの体勢です。かなりあの額を打ったようですね、デルコロムが。ハバレリという人も帯を取って強引に返していきました。横車ですね、これが有効ですね。横車ですか、はい、なかなかその帯を取って力任せに持っていくような感じですね。そうですね、力強いですね。これが有効になりました。非常に大きなポイントになっています。やはりアメリカはその2年後のロサンゼルス、それからあの右からの横車ですね、うまいですね、大腰に行くふりして、はい、あの横車に行って乗せると見せて後ろに返したわけですね。そして今度はソビエトのショーロ、左からアメリカのコーランです。このショーロフは95キロ以下の対戦で日本の諏訪と決勝を争いました。技もたくさん持っているし、また力も相当持ってますね。そうですね、何でも吹けますからね、これ。あれから袖釣り込み腰を狙うんですよね、はい、袖をがっちりと持っています。これ袖釣り込み腰、肩車です。力強いですね。行きました。一本強いです。うまいですね。一本勝ちです。余裕を見せました翔六。なかなか多彩な技ですね。そうですね、うまく肩入れで右の背負いに入りましたですね、はい、今のちょっとあの肩車で何かアメリカのコーランも度肝抜かれたような感じですね。その後の一本背負い、その一本背負いに行くところです。背負い投げですね。背負い投げで見事に決めました。しかし力強いですね、これも。ソビエトが3勝目を挙げ、十字きた、決まった、決まった。まだこらえている、なぜこらえている。効いてますよ、これは。しかしかなりダメージがあると思いますが、ノセがこらえています。あ、入った。翔六の一本勝ちです。翔六の一本勝ち、腕ひしぎ十字固め、翔六の見事な一本勝ちを見せました。喜ぶソビエトチーム。あー、かなりましたね。
かなり痛めましたね。相当頑張ったんですね。確実決まってましたからね、向こうに回った時は、はい、その場面を見てみましょう。これはあの警告を取られた後も小六がすぐ来ましたね。うまいですね。早いですね。回った時にもあこれで確実決まってますね。よく回ったんですけどね。あ、野瀬立ち上がりましたね。しかし右の肘がちょっと効かないようです。立った位置からそのままこれ固めていくわけですね。腕を取って日本では完全な反則負けですね。ああそうですか、はい、あそれを日本のコーチ団もアピールをしておりますが、試合としてはもう成立してしまったようです。斉藤敗れました。チョ・ヨンチョルの勝ちです。結局試合ない世界選手権初出場。内側かな、どうだ、ポイントはどうだ、ポイントはどうだ、ポイントにはなりません、なりません。お腹から落ちました。腹ばいに落ちましたのでポイントにはなりません。大きく沸きました会場ですがポイントにはなりません。須貝一本、払い腰、払い腰一本、須貝の払い腰一本、優勝金メダル、見事須貝やりました。95キロ以下世界の初のヒノキ舞台、見事に新鋭須貝払い腰一本、一本勝ち金メダル、やりました95キロ、まあ、須貝を追ってですね、日本の選手がまた頑張ってくれると思いますよ。はい、斉藤選手がちょっと残念だったですね。ああ残念だったですね。あの金メダルに一番僕らの選手団でですね、金メダルで一番近い位置におったんですけども、勝負はやるも本当にわからないですね。さてその金メダルの須貝選手の、決勝の模様ですか。これは準決勝、ね、バンドワールの決勝の模様ですね。決勝の模様ですね、はい、決勝の模様です、ご覧いただきたいと思います。徳光さん、はい、ハ選手はですね、ロサンゼルスのゴールドメダリストです。そうですよね、韓国の英雄と言われてるんですよ、この選手が登場した時に須貝さんものすごい拍手が起こったでしょう、はい、その応援は気になりませんでしたか。いや別にもう周りはもう全然気にならなかったです、はいはい、今かけられた技内股のような気がいたしましたが左の肩から落ちた須貝選手、しかし気を取り直してこの後、この後です、残り19秒見てください。素晴らしい技ですね。無我無我を得意にしています高橋、この一本背負いに行きます。一本背負い、どうか、あっと倒れ込んでいった。これは技ありです。今のは内容的には全く、はい、内容的には全く危なかったですね、締めに行ってますね、締めに行ってますね、入ってますね。これは送り襟締めに行きました。締めています。完全に締まりましたか、どうか、締めに行った、おっと参ったです。日陰一本勝ち、わずか33秒ですね。33秒ですね。大外に行きます。背負い投げ一本。袖釣り込み腰。鮮やかに決めました西田。一本勝ちです。相手の袖を釣り上げるようにして投げました。袖釣り込み腰。西田一本勝ちで2回戦も勝ちました。3回戦進出を決めました。燃えています。後がやりやすいですね。はい。大外に行きます。背負い投げ一本。袖釣り込み腰。鮮やかに決めました西田。確かに今の背負い投げは腹ばいになってしまいましたね。これではポイントにもなりません。背負い投げに沸きましたがポイントに大内刈り、スウェインの大内刈り、もう一回背負い投げ、これは技あり。左から得意の背負い投げ、試合が始まって早々わずか7秒で決めました。左からの背負い投げ、松岡一本勝ち、3回戦進出を決めました。2秒の大内刈り一本勝ちでした。さあ松岡チャオに対して背負い投げ一本、一本勝ちです。左から得意の背負い投げ、試合が始まって早々わずか7、技ありです。払い腰技ありを取りました。さあ今度は寝技に持ち込みます。寝技に持ち込んでいきます。松岡すでに技ありを取っています。まだ体勢には入っておりません。縦思考の体勢に入ろうとしています。相手の手を取ってますか。いや、寝技ですね。足を巻かれてますからね、はい、まだ足が絡まっていますので
完全な寝技抑え込みの体勢には入りません。上になっているのが松岡です。まあ、下の場合はですね、はい、相手の動きを止めて数秒間止めればですね、待てなんですね、はい、入りましたね、入りましたね、横四方の体勢に入りました。すでに技あり一つを取っておりますので25秒いきますと合わせて1本になります。時計が進んでいきます。25秒経ちますと技ありで合わせて1本、まもなく25秒になります。上四方固め技あり合わせて1本、まず最初は投げ技で松岡が技ありを取りました。そしてその後抑え込み上四方固め、25秒経ちました技あり合わせて1本、残り時間1分14秒を残しまして、これも一本勝ちで松岡今外川です。いいですねこの組で、はい、トモヤ投げ一本、細川優勝金メダル、トモヤ投げ一本鮮やか、立ち上がれませんよ。見ましょうそのトモヤ投げ、はい、出して、はい、トモヤ行きました。いやー綺麗なトモヤ投げです。完全に裏返し、文句なしですね、文句なしですね。中途半端につけたら、あ払い腰どうだ、1本勝ち、払い腰一本勝ち、まさき準決勝に進みます。得意の払い腰1分19秒、いや今のは1本ですね。あこれはなんか腹心があのまさきが払い腰のところ返しですね、ええ、まさきはかけるときは思いっきりかけないなんですね、はい、中途半端につけたら、あ払い腰どうだ、一本勝ち、払い腰一本勝ち、まさき準決勝に進みます。得意の払い腰1分19秒、もう払い腰に投げましたまさきです。ここで一回止まったんですけどね、はい、回想したところもう一回ここで、ね、まあ、巻き込んでいくわけですね、はい、かなり巻き込んでいます、はい、完全な状態です、払い巻き込みになりますかね、払い巻き込みですね、払い巻き込みですね。さあまさきの準決勝です。山下さん、はい、選手の特徴を聞きますと昨日話をしていた正木です。払い巻き込みに行きます。これはポイントはどうだ、有効、そうですね、有効を取りました。入ったですね、有効から消さなために入りました正木。30秒で一本勝ちになります。消さなためがっちり入ってますね、がっちり入りました。勝てば決勝進出、はい、今払い腰から抑え込むのが早かったですよ、はい、早かったですね。寝技にも心境を見せます日本の正木です。20秒経過しました。30秒で一本勝ちになります。もう全く動きませんバション。30秒一本勝ち、まさき決勝進出を果たしました。さあ今の払い巻き込みから引いて争いからですね、はい、いきなり払い巻きいったんですね、はい、これで有効のポイントを取りました。そしてこの後が早かったんですね、はい、すぐに消さなために入ります。行き着く暇もなくですね、すぐ抑え込んだのが非常に良かったです、バション全く抵抗できませんでしたね。見事な正木の袈裟固め、抑え込みがうまいんですよね、はい、浮き技からこうして今度は抑え込みに入りますビクターシェフ、こういうのが早いんですよ、抑え込みに入りました、はい、この抑え込みがっちり決まってるわけですね、はい、これ決まり技としてはこれは出足払いですね、出足払いでしょうね、はい、正木の一本勝ち、正木があの勝った瞬間にですね、はい、もう何とも言えずこう笑うと言いますかね、はい、もう本当に何とも言えない表情を見せました日本の正木です。よくやりましたね、やりましたね、斉藤選手のピンチヒッターとして起用された正木です。見事にその代役を果たしました。しかも決勝戦わずか15秒の一本勝ちです。笑顔も見えます、はい、これ日本は4つの金メダル、金メダル4個を死守しました。もうラッシュワンの方はですね、完全に払い腰いくと思ってるんですよね、あは本当に反対の足場で来たもんですから、思わずね両手をパッと高く上げまして、はい、ガッツポーズの正木です。まあ、今日はですね、はい、ラシュワンも非常に調子が良かったものですから、まあ、両者ともに払い腰を得意にしていますマサキとラシュワンです。調子を上げてきましたマサキ、あっと出足払い1分、マサキ優勝、わずかに15秒、足払い1本、マサキ優勝です。ラシュワン倒れたままわずかに15秒、いやー驚きました。
いやーびっくりしましたね、はい、わずか15秒ですね、はい、ちょっとこれご覧いただきましょう。足を思いっきり踏んで払い腰に振る線ですね。あ、足がそのところ、はい、完璧な一本ですね、はい、これ決まり技としてはこれは出足払いですね。出足払いでしょうね、はい、正木の一本勝ち、正木が勝った瞬間にですね、はい、もう何とも言えずこう笑うと言いますかね、はい、開催後の対戦ということになりました。斉藤さん、確かモレノガルシアは前回の世界選手権の時小川と決勝を争って小川が勝ちましたよね。そうです。引き倒しを見せましたで、ポイントにはなりません。さあここで狙ってきますね、十字を狙ってきます。腕引き十字固め決まりそうだ、決まりそうだ、決まりそう、よく残した、よくこらえましたで、山口さんよく残しましたね、こらえましたね。まだ攻めてますね。まだ決まってますか。まだチャンスがあります。この辺がヨーロッパ選手の十字固めはしつこいんですね。オランダのバンドルセン、ようやくときました。中国のレ、力があります、力があります。相手を返しました。ここでもやはり上腕、あ、ギリギリのところですね。ここから縦勝負に行くんですよね、はい、うまく入るか。あと足が絡んでいます。トスナの右足が抜ければ抑え込み。さあ足が抜けた。抑え込みに入りました。横っぽいの抑え込みに入りましたトスナ。なかなか鮮やかなもんですね。そうですね。今の縦手法のタイミングから横手法に変化しましたね。下になっています。完全に動きを封じられました。デルアキーラ。20秒経過しました。抑え込みは。30秒で1本がっちり決まってますね。決まってますね、はい、チェコのソスナ日本勝ちです。4分3秒で決めました。やはりあのベテランだけあって肩にはまった時は強いですね。そうですね。どんなですね、どんな身長の高い選手低い選手にも同じ風に背負い投げが入れるんですよ。開始1分40秒決勝進出を果たしました。前回に続いて決勝進出、まさに期待通り鮮やかな内股を見せました田辺陽子。まさに王者の風格を見せます田辺。日本女子柔道界の畳で自分の体勢に持ち込みましたもんね。鮮やかな世界を経過していますが、モレノガルシアの方が何かこう積極的に攻めが出ているように見えますね。そうですね。体落としどうか、技あり。トソロトスの体落とし技あり。ガルシアドロッとの横になりました。うまいですね。今までは低い体勢からでしたね。今までは左の技しか全然かけてなかったのに、右の技スッと入るんですよね。なかなかのものですね。ヒートするところ
あの体勢から帰ってしまうと決まるんですね。なかなか、劇的に十字固めに行きます。残り時間が1分20秒モレノガルシアが下になりました。あっと決まった。キューバのモレノガルシアを下しました。やはり十字型に持っていく決めが厳しいんですね。ですから大きい体も返ってしまうんですよ。ここまで来れば決まるもんですから、94センチのトソロトス、喜びもまた体いっぱいに表しています。いかなもんですね。それと右の体落としにはびっくりしましたね。そうですね、はい、あれで技ありを取りました。そして最後締めくくりは最も得意とするグレッシー十字固め。トソロトスがトソロトフとの対戦、赤い帯が小川です。さあ小川が持ち上げてすくい投げに行きました。これは不十分です。上村監督も見つめています。1メーター94センチのコソロトフを大きく振り回しました小川、相手を隅に追い込んでいます。左側がコソロトフ、長い足を伸ばしています。赤い帯の小川、大外刈りに行った、それを大きく振ったが、これはポイントにはなりません。ポイントにはなりませんが、小川が抑え込まれた、抑え込まれました。後ろ袈裟固めに小川が抑え込まれました。ちょっと小川苦しくなりました。この試合に勝たなければ決勝進出を果たすことができません。コソロトフに完全に抑え込みに、後ろ袈裟固めに抑えられました。日本の小川苦しい。ついに30秒、小川敗れました。小川よもやの敗退であります。がっくりと肩を落としました小川。まず日本初戦に、しかしこの前にちょっと竹村選手がですね対照戦かけています。相手東海大学は1年生、150キロの巨漢宮内、右が田村、鮮やかに1本を決めました。小川さん、この田村選手がすぐにポイントを追いついたというこの意味は大きいですね。やっぱりこのキャプテンとしてですね、はい、ここで取っておかず背中金田、この小外刈りから崩していきました。しかしこの前にちょっと竹村選手、足を跳ね上げます。内股に行きます。ワライフ、内股、鮮やかな一本勝ち。ワライフ45秒、今年のヨーロッパチャンピオンを見事な内股、45秒で決めました。今場外で体を小さくして前に出てったところをうまく合わせられましたね、はい、これはワライフの得意技ですね。得意技なんです。ここですね、ここで小さくして前に出ていったところをうまく合わせて、これで78キロ級は第3位は日本の吉田秀彦、そして飛び1本ですね。ちょうど太陽が左の奥襟を取りに行って前に出たところ、うまく勝ってきました。うまく決まりましたね、はい、もう一度見てみましょう。そうですね、1本強いですね。見事ですね、1分53秒の勝負でした。階級を上げています。そしてフランスの作用、ご覧のような背負い投げに決めました。一本勝ち。斉藤さん、岡田にとっては非常にいい形になりました。そうですね、
このワナン選手はですね、はい、岡田君にとってはやりやすいんじゃないかなと思いますね。おそれはどんな点ですか。がっぷり組めるもんですから、大外刈りから右の谷落とし変化しようとしました。やはり岡田君ががっぷり持ったときはですね、はい、日本の重量級でもですね、なかなか勝てないです。そうですか、はい、しぶといです。アメリカのワナングはサンノゼ州立大学の学生です。177センチの上背です。86キロ級の両者の対戦を見せました。によく出ます。いいみたいですね、動きが。やはり敗れた後はですね、随分ショックだったようですけれども、少し時間が空きましたんでね、はい、気持ちを切り替えていると思います。これもですね、後ろめだと同様にヨーロッパでは流行ってました。はい、先ほどの合宿でもですね、それを何回も取ってましたね。はい、帯取ってますね。取ってますね。帯取っての内股ですね。内股ですね。はい、帯を取っての内股を決めました。ルベーノフが3位です。もう一回見てみましょう。物たかりに入っていて、なおも左足をかけて外に行きましたの、それを跳ね上げました。ルベーノフが62キロ級3位決定をしております。ブラックロールと間合いが離れてですね、なかなか技が使わないと思います。入ってます。おっと、逆に返されました。一本勝ち。ハンガリーのストーク、一本勝ちです。ブルンバーを返しました。今もですね、オーストラリアに入って前にバコーンとしたところをうまくついたですね。はい、実にタイミング良かったですね。そうですね。さあ、もう一回見てみましょう。これオーストに入って前にバコーンとするところをそのままうまく合わせました。合わせましたね。対戦相手はアルゼンチンのペーセ。3分18秒に内股が決まりました。星野の得意技の一つです。まず滑り出し幸先の良い一本勝ち。続いて2回戦がアメリカのリディです。
相変わらずいい動きを見せる越野。巴投げ、左から足をすくいまして、これが技ありとなり、腕ひしぎ十字固めに入ります。これで参った。わずか試合が始まって1分13秒で勝負をつけました。2回戦から登場した越野、2回戦3回戦を破って4回戦、地元スペインのソティーロ、大外刈り、これが決まりました。一本勝ちです。開始から41秒。そして準決勝がソビエトのクゼイナ、よく前に攻めてですね、はい、これです、ここですね、いいタイミングですね、はいはい、大外返し1本、これでオリンピック世界選手権の2冠を制した小鉢を破った田持、ガッツポーズです。吉田秀彦ついに出ました。バルセロナで金メダルを取った時の内股、世界チャンピオンの中村から1本を取りました。3分24秒。斉藤さん、いかがですか、はい、今の技。いや、これは本当もう一瞬の隙をついた打ち方ですね、中村選手が前に出て強引に取りに行ったところをうまく合わせまして、はい、それでちょうど頭を下げられてうまく回してかけたという感じですね。吉田がこの加納杯柔道、配球を上げて取りました、内股。さあ、その内股、田村さん、どうですか、はい、すごいですね、引き手がよく、最後まで引いてたので良かったんじゃないかなと思います。さあ、それではインタビューです。放送席、それでは、ということもあってですね、動きが硬かったですね、はい、しかしこの払い腰、払い腰1本、肩通りですね、全く投げ終わった後バランスが崩すことがありませんでした。そうですね。あ、そしてこのウズベキスタンのバグダサロフとの試合なんですが、はい、3回戦、これは先にポイントを取られていたんですが、残り45秒、そうですね、払い巻き込み、吉田君が投げられて技に取られるというのは少ないですけどね、はい、そしてその後ここですね、はい、大外投げになるわけですね。大外落としになりますね。大外落としになりますか、はい、大外落とし、牧師のこれが技ありになりまして大きなポイントになりました。大外落とし、左の足首にテーピングをしていますが、5月の30日さあ内股一本勝ちです。左足テーピングしている方の足で相手を跳ね上げました。内股一本勝ちを収めました。吉田、ちょうど左足もですね、軸足じゃないもんですから、はい、跳ねる足なもんですから、その点はですね、心配ないと思います。そうですか、はい、5月の30日代表に決まった後ですよね、はい、足首、実業団の試合で足首を痛めました。そうですね。さあ、その左足ですね、狙いを済ましています。でも十分足も跳ね上げてうまく腰の切れもいいですね。そうですね。吉田、1回戦は難なくスーダンのファドルを破りました。低いところに帰ってますね。乗ってますね、はい、貫禄を見せました。ポーランドのカミンスキーが勝ちました。この後日本の吉田です。さあ、今の技です。技に入ってからの左がいいですね、はい、カミンスキー23秒で、フィリピンのダボを破りました。ですね、自分の組手になるのがものすごくこの早いんですね、はい、それで仕掛けるのも早いんですよ、ですから自分のペースで柔道ができるんですよね、はい、まあしかしキレがいいですね。そうですね。
その借りが鋭いと大外刈りというのは頭から落ちていきますね。そうです。斉藤さん、これですね。そうですね、どうぞ潰れて後ろに重心かかったところに、谷落としですか。小外刈り刈り気味の谷落としだと思いますけども、はい、難しいところですね。今度は非常にこう回転の速いひねりにしましたね。そうですね、ちょうど相手がちょっと一歩下がるところにうまく入りました。はい、はい、体落とし警告を取ってはいましたけれども、体落としで決着をつけました。ワラエフが勝ちました。このキレなどはどうですか、お兄さんと比べて。そうです、あの決めなんかはですね、うまいと思います。はい、うまく決まりましたね。決まりましたね、はい、シャドのアバカ、そのアバカを共え投げに破りました。23秒で勝負をつけています、アメリカのモリス。3回戦は EUN のワラエフとの対戦になります。さあ、その共え投げです。決めもいいですね、はい、さあ田村、今日最初の試合です。大外刈り一本です。わずか21秒です。大外刈り一本勝ち。中国のホーチーとの対戦です。これまで58連勝、今日2回戦勝って58連勝、ホーチーに有効で並ばれました。背負い投げ一本、巻き込むように背負い投げ。ボルネマンと対戦します。オーストラリアのミハエラ・ボルトマン、ボルネマン、コーチ狩り、コーチ狩り技ありです。強い投げ、強い投げ、技ありです。合わせ技一本です。Entonces este año vienes con más fuerza física aún más. Entonces cuál es el... Muy bien fuerte para el campeonato del mundo. Volver a repetir ese campeonato mundial.とにかくあの来年のですね、世界選手権に向けて、まあ、絶対負けられないという気持ちで臨みました。スピードに加えて今年はさらにパワーがかなりついたなという感じがしたんですが、その源は一体何なんでしょうか。強者です。初日は72キロを超えるクラス、72キログラム級、66キロ、61キロの4クラス。安野も本当にいやあの自力がついてきました。はい、あれだけのでかい選手に対してですね、チャオイエンミンね、今日のあの内股すかしと同じような感じでしたがね。また一回り積もったですね。それから田辺陽子の復活はどうでした。いや、私思ったよりもですね、頑張ってこれからまたアトランタに向けてやれるんじゃないかなっていう、はい、まあ、感じを持ちましたね。あのカンバックを期した以上は世界選手権そしてオリンピックまではやりますということをね、ぜひやってほしいですね。言ってました、力強い言葉です。それからキューバのオダリスレベ、66キログラム級の優勝。このクラスでは日本は木本が3位です。72キログラム級で松尾が3位、そして61キログラム級はやはり世界の第一人者ベルギーのバンデカベイエ、イスラエルのアラド、これがナンバーワンナンバーツーなんですが ね、 そうですね、世界での対決になりまして、バンデカベイエ優勝。日本は杉村と三宅が3位にそれぞれ入りました。初日はベルギーの活躍が目立ったですね。ベルギー、それからそうですね、そしてあのキューバがこの大会、はい、非常に目立ちましたね。さあ全体この大会ご覧になってどんな印象をお持ちになりました。そうですね、8階級で、まあ、2日間で金が3つだったんですけども、まあ、これだけ強豪が集まってきてますからですね、はい、まあ、日本選手としてはまあまあよく頑張ったんじゃないかなと思いますね。まあ、中でもその安野と田村、はい、この2人はですね、非常に安定した試合だったですから、来年の、はい、ユニバーシアード、はい、世界選手権、だからさらにアトランタに向けて非常にまた
明るい希望が見えてるんじゃないかな。そうです。1戦級は、全ては揃ってなかったんですけれども、日本そして韓国それからヨーロッパで、ベルギーあるいはフランスキューバと、はい、来年はいよいよ日本東京や幕張で世界選手権が行われます。そしてその次の年はアトランタと続くわけで、その前哨戦としてのこの福岡国際女子柔道選手権大会、本当に内容が充実した素晴らしい柔道を見せてくれました。選手の皆さん本当にありがとうございました。またより一層この女子柔道の魅力を高めていってほしいと思います。解説は初日が山口香里さん、そして2日目山下康弘さんでお送りしました。それでは今年はこの辺でお別れします。この番組は暮らしに爽やかエネルギー朝日ソーラー、確かな情報と豊かな暮らしを考える服部セイコー、エーザイ、出光興産、大塚製薬、大分麦焼酎二階堂、小松、サンクロレラと、ご覧の各社の提供でお送りしました。はい、まあ、試合もやりづらいだろうし、またもう力的にも互角だと思いますね、はい、試合が始まって50秒、おこれは技ありになりました。ベルギーのラーツが取りましたが、こう捨て身技のような技ですね。そうですね、横捨て身ですかね、はい、技ありを取りましたベルギーのラーツ。斉藤さん、もう一回このベルギーのラーツのですね、はい、技、この VTR が出ますのでね、はい、追い込んでおいてうまくですね、回り込んだんですね、はい、で相手がこう前に奥襟を取りに行く瞬間にうまくこうさばいたって感じですね、はい、次体落としに行きましたガルシア、背負い投げに行きましたガルシア。ガルシアは有効を1つ取られました。さらにまた自らの注意で有効が2になっています。横三角に入りましたね。横三角ですね、これから、はい、それから上に上がってくれば抑え込み入ります、はい、抑え込みに入りました、はい、抑え込みです。実はこの相手の右の手を決めてるんですよね、はい、そして今度はさらにがっちりと横四方の形になろうとしています吉田。抑え込んで15秒、さあガルシア跳ねのけようとしますが25秒、30秒、吉田一本勝ちです。横四方固め、吉田は出だし好調ですね。そうですね、はい、初戦が12秒、そして2回戦が17秒、今の3回戦が2分42秒、いずれも一本勝ちです。ガルシアを破りました吉田。モーグルの選手得意ですね。このドルフバグがちょうどそうですね。そうです、はい、内股、内股決まりました。アドルフソン、アドルフソンが2分59秒で
モンゴルのドルズバッドを破りました。そうですね、内股、ラーツ一本勝ち、内股が決まりました。ラーツ思わず大きくガッツポーズを見せました。ベルギーのラーツ、綺麗に決まりましたね。決まりました。2分17秒で決めたラーツの内股でした。これだけ大勢のフランスの応援団が来ましたが、ダメシン、見事に入りました。ベルギーのラーツ、内股を決めまして準決勝進出です。さあ、この次はいよいよ吉田が準決勝進出をかけまして、ルーマニアのシューペとの対戦になります。気合を入れています。もう時間がありません。さあ、吉田準決勝進出は間もなく決まりますが、内股1本ですが、これは何ですかね。1本が決まったんでしょうか。そうですね、1本ですね、はい、内股1本です。もう時計がゼロになった瞬間にその1本が決まりました。左からの内股、吉田、結局は5分間丸々戦ってシューペを1本勝ち、シューペに1本勝ちです。ちょっとこう見ていましてね、はい、あの斉藤さん、はい、吉田選手が非常にこう動きがこう緩慢になりましたね。そうですね、シューペの方が前に前にこう出てくるのが非常にこう目立ちましたね。やはりあのポイント取ってからですね、下がりますとどうしてもあのダメなんですね。これ最後ですね、はい、大きく飛びました。これもですね、あの修道選手が前に出てくるところをうまく履いたという感じですね、はい、大きく羽ばたくか、はい、それとも足踏みするか、うん、どうしよう、どうしよう、どうか、これは、うんと、技ありです。強引にあの180センチを駆け通しました、右からの大外。この小野のいいところはですね、はい、大技を使うんですね。軽量級ですけども、大外刈りですね。締めに入りましたか、はい、大外刈りとかですね、柴田とか、その大技を使って、そうですね、はい、なかなかスピードがバラせるんですよ、これ。この164センチが180センチは、何かこう、これがインドネシアのサリム・アガス・プリオの、それから、抑え込みに入ろうとしているのがイラン、コダダディ・モルテジャ、まだ抑え込みのこれ体勢入りました。あ、今入りましたね、今朝ですね、はい、解説は佐藤信之さんにお願いしています。元全日本監督、第5回世界選手権計重量級金メダル、あの世界の山下を育てた方としてもおなじみです。さて、イランの方が見事に右の方の袈裟固めに入ってきました。両方が有効を一つずつ取って完全に並んだと思いましたが、強引にこれ袈裟に行きましたね。そうですね、鮮やかですね、力が出たって感じしますね。あ、上から本当にのしかかって抑えたか、はい、非常にあの柔道人気が高くてですね、はい、あの売れ行きも良かったみたいですね。そうなんです、あの18日にですね、柔道のチケットは全部売り切れたと。やっぱり柔道の場合はですね、はい、韓国はあの金メダル、ソウルの金メダルにね、はい、あのソウルオリンピックの金メダルにつながるもんですから、世界経験がね。そうなんですね、はい、ですからこのアジア大会でですね、大きく羽ばたくか、はい、それとも足踏みするか、どうしよう、どうしよう、どうか、これは、技ありです。強引にあの180センチを駆け通しました、はい、右からの大外。この小野のいいところはですね、はい、います。一本よりしたようですね、はい、ですね、対応としは鮮やか、一本ですね。タイミングを測って鮮やかに転がしました。はい、非常にあの勘のいい選手ですね。いやこ、はい、日本の選手は27日にこちらに入ってきましたね、はいはい、昨日午前中ちょっと試合を、練習をですね、拝見に行ったんですけれど、はい、皆さん元気だったですね、はい、やっぱりですね、時差の関係が一つはないということ、はい、それからまた気候がですね、はい、気候が東京よりも少し寒いですね。あ、非常にコンディションは整いやすいんですよね、はい、で普通はですね、
8人も蹴ってくると誰か1人はね、はい、お腹が痛いか、うん、そう、効果、効果です。うん、完全に裏返し、ずっと腕ひしぎ十字固めに入った、うん、これは1本、鮮やか、流れは見事、ね、相手はノーヒット起こした、あーっと、大丈夫かな、はい、あー、しかしこれはすか、さすがイーキョン軍、24歳、168センチ、去年の世界選手権は2位、あのソロコフ、ソビエトに敗れましたがね、はい、これで背負いで入った、ね、あーっと、ここですね、はい、あーで、この後、腕を取りに行きますね、ひっくり返して、これから十字固め、もう相手失神しとったですね、あーそうですね、これ完全にあの投げた時に顔から落ちた感じがありましたね、はい、うーん、参ったという表情のクウェートのナイロス・アリであります。これで準決勝の第1試合勝ちましたので、韓国キム・ジェヨプ決勝進出を決めました。60kg、やはりキムが出てきます。そうですね、それこのあたり佐藤さん、ちょっと解説をお願いします。体落とし、左体落としですね、相手が大きかったから、内股少し余ると思ったんですよね、それは低く今度は体落としに入ってますね、あの引き手もかなり強いようですね、打ちながら引いて、そうですか、ショーはですね、中国が今出かかってますけども、それの出かかってる目の中でもね、世界に通じる球ですね。そうしますと今回のアジア大会、合わせて1本ということになりますかね、中国が勝ちましたね、背負いが入りまして、合わせて1本で中国が勝ち上がりました、敗者復活戦、まあ、つまり今回のアジア大会の中では、まあ、中国は、はい、まあ、韓国、日本、これについて第3位、そうですね、というふうな形になりましょうかね、はい、そしてあれですね、まあ、今中国はどんどん力を入れてますけどね、はい、こういう前線士、そして一人でもどこか突破口ができますとね、他のクラスも突破口して突破するんですね。ね、まあ、例えば重量挙げなどやもう完全にね、はい、世界に通じるようになってきている、ね、もうとにかくロスのオリンピックではもう重量挙げなどは4階級軽い方はもう全部取ってしまうというふうに ね、はい、ね、どんどんこの強化を続けてくる、はい、まあ、ということになれば、これ中国というのもこれはまたまた日本の柔道としては強敵になってくるということでしょうね。アジアの柔道にとってはですね、はい、喜ばしいことなんですね。あ、そうですね、レベルがアップしましたね、喜ばしいことですね、まあ、これまで中国というのもこれはまたまた日本の柔道としては強敵になってくるということでしょうね。アジアの柔道にとってはですね、喜ばしいことなんですね。あ、そうですね、レベルがアップしましたね、喜ばしいことですね、まあ、これまでが日本のどちらかというと独断場だった、はい、この柔道というものが韓国が出てきたことで、やはりお互いにこの刺激を受けている、はい、これにまた中国が変わっていくということになればね、そうですね、やはり佐藤さんがおっしゃるようなその全体のレベルアップといいますかね、こういうものにつながっていく、はい、さあ日本の小野としては積極的に攻めたいところです。あ、左の大外、あ、どうか、1本、キム・ジェヨプ金メダル、日本の小野浩二敗れました。60キロは韓国が取りました。日本からですね、残り2分ありましたが、まかれたですね、今ね、今は技は体落としがまかれたですね、体落としがちょっと曲がれて、はい、ね、かなり高くなった体落としですね、ハイバックみたいになったんですけどね、いや、もう大変な騒ぎになってきました、はい、スマウル会館、21歳のキム・ジェヨプ見事に金メダル、60キロを制しました。日本の大野敗れました。どうですか佐藤さん、これはやっぱり金のペースだったですね、きれいに言ったら、まあ、一本甘かったかなと思われたら見ましょう、ね、ちょっと見ましょう、体落とし入って巻いたんですよ、ここからですね、ここから、体落とし巻き込み、ちょっとこっちから見たらね、一本ないような感じだったんですけどね、そうですね、でもやっぱり金のペースだったですよ、そうですか、ちょっと終始金のペースだったですね、まあ、しかしこれだけこう館内が湧いてきた、まず吉高の第1回戦、試合は5分間
延長はありません。306番をつける吉高、巴投げですね。あっと巴投げ、どうか、これは有効、有効を取りました、はい、そして今度は抑え込みにかかろうとしています日本の吉高です。相手の腕を取りました。おっと横四方に入りましたか、うんと抑え込みか、抑え込み入りました、抑え込みに入りました。横四方もう完全に相手を崩して、完全に崩れ横四方のような感じですか。崩れ上四方ですね。上四方に入ってますね、はい、崩れてますね、はい、あの吉高はですね、はい、中学校での先生があの世界4連覇した藤井先生と同じ先生なんですよ。非常に似てるんですよ。抑え込みは30秒で1本ということになります。現在20秒経過、25秒に間もなくなろうとしております。完全に抑え込みました。決まりましたね、はい、完全に決まりましたね、完全に決まっています。インドは全く逃れません、はい、ブザーが鳴りました。日本吉高の勝ちです。好調ですね。好調ですね、4分4秒ぐらいを残しまして、簡単にあっけなく左側日本、こちら吉高が勝ちました。うん、まずこれはもうどうですか、順当というところですね。順当ですね、はい、問題ありません、はい、日本チャンスが、まあ、あの各国選手と同じようにですね、はい、日本もどちらかというと、まあ、遅めと言いましょうかね、はい、こちらに入ってきたんですけれども、はい、まあ、ちょっとその前にこれ見ましょうか。巴で入りました、ね、はい、ベバナを巴で取って、はい、そしてこの後相手が引っ込んだところをうまくさばいて、はい、そして抑え込みが、ね、抑え込み入りましたね、はい、ご覧のように崩れ上四方に固めて30秒の一本勝ちの吉高、まずまず好調なスタートを切りました。こちらに入ってきたのが日本の選手ですけどね、はい、スピードと技のキレっていうのがね、あーっと左からの体落とし、鮮やか、払い腰ですね、これは技ありですね、技ありを取りました、はい、払い腰技ありですね、はい、完璧に張ヒョン数が攻め切っています。技あり有効効果とそれぞれ一つずつ上げています。完全にリード、残りは3分10秒、香港はちょっと攻め手がありません。だいぶ自力は違いますね。そうです、左組み、おーそっと、これはどうか、有効、有効ですね、有効です、有効ですけど、両副陣が技ありではないかと、技ありですね、ということは合わせてこれ1本になりますね、1本になりますね、合わせて1本になりました、はい、主審の方は有効を取りましたが、副審2人が共に手を横にさっと広げまして、これは技ありの合図、先ほど技ありを1つ取っておりますので合わせ技1本、こちら張ヒョン数の勝ちであります。うん、やはりこうして見ていますと佐藤さん、はい、この人のこの自立というのはやはりパワーであるというふうな感じありますね、はい、馬力ですね、馬力ですね、払い腰ですね、これは払い腰、はい、上体をグッと引きつけてね、はい、奥襟グッと引きつけてのパワー、払い腰ですね、まあ、日本の日陰とおそらく準決勝で対戦するということになると思いますが、チョ・ヒョン数の方相手はインド、赤い帯、これが日本の吉高、もう一回背負いだ、これはポイントになるでしょう、はい、どうだ、うんと有効、有効です、有効、有効ポイントを取りました、一つ、ね、やはり得意です、イランですね、これは、イランの選手ですね、イランですね、イランのセイルプールメーディであります。インドの選手は1回戦ラジェンドラ、この選手はイランのセイルプールメーディであります。背負いでまず有効ポイントを取りました右側の日本の吉高、相手はイラン、落ち着いて試合を進めている感じがあります日本の吉高です。22歳、内股、これも余裕を持って残しました日本の吉高、10時固めですね、入りましたか、どうか、嬉しい、十字固めに入ろうとしています、十字固めに入ろうとしている、さあどうでしょうか、主審がずっと見ていますが、ちょっとこれはダメか、待てですね、絡みからか、L 締めにかかっていますが、懸命に逃れようとしているイランの選手、イランのメーディ、今のところはまだ L 締めに入っていません、パワーは相当イランあるようだ、懸命に上から押しかけて、入りました、締め技1本、送り L 締め。吉高の勝ちです。一気に決めましたね。そうですね、はい、ちょっと危なかったですね、あの内股ですね、はい、まあ、おっと危ない、遅れ入ったですね、遅れ締め技に入りましたね、遅れ締めに入れるかどうか、さあどうでしょうか、
L 締めにかかっていますが懸命に逃れようとしているイランの選手、イランのメーディ、今のところはまだ L 締めに入っていません。パワーは相当イランあるようだ。懸命に上から押しかけて、あっとガッと入りました。決め技1本、送り L 締め、吉高の勝ちです。一気に決めましたね。これもう分かってますから、あれはいった、一本、鮮やか払い腰、強引に引っ張り込んだ感じの払い腰、左から鮮やかです。よく攻めますね。まあとにかく終始攻めていたこのチョウヒョンス、はい、鮮やかに左からの払い腰、はい、力が強いですね。いいですね。2分35秒、いや本当に力を感じさせるこの左入るタイミングどうです。払い腰ですね、はい、引き付けもいいですね。文句なしの一本勝ちですね、はい、文句なしの左からの一本勝ち、まあ、左はこの払い腰よりも、足払い腰、さあどうでしょうか。溶けたですね、足絡まれたから溶けたですね。ああ溶けましたね、送り襟締めですね。ああ襟締めに入りました。これはどうか、一本送り襟締め鮮やか、一本ですね。襟締めに入って日陰一本を取りました。落ち着いてますね。ああ落ち着いていいスタートを切りましたね。世界のチャンピオンです。58年、それから去年のソウルというふうに2度の世界チャンピオン、あの性格もなかなか攻撃的な人のようで、はい、そのあたりちょっとこう見ましょう。ロブス的な要素持ってますね。あっぱれ、あっぱれ、それからすぐ抑え込みに入って、そして相手足絡まれてですね、はい、一回抑え込みが解けたところをすぐまた送り締め入ったですね。送り締め入りましたね。このあたりの流れ連携はいいです。このクラスはあとこの後エルシャラム、クエート、それからリベール、インドネシアと言います。そうですね、手はいい、どうか、有効、有効です、有効のようでありますが、あっと技ありを腹心が2人出してますね。そうですね、技ありに変更になりましたね、はい、はい、鮮やかに決まりました。技ありを取りました中国です。中国の東海領、なかなかこれ力ありますね。いけないわけですね。そうですね、はい、追い投げ、背負い投げ、これは1本、1本ですね、うまく入りました。スピードがありますよ、はい、引き手もなかなか良くてパワーもあるようです。中国の東海に勝ちました。左からの背負い投げ1本、はい、鮮やかに勝って準決勝進出を決めました、はい、2番競技에서는홍띠401번탕하일리중국선수가、いずれにしても決勝はこの人は本当にこのままできそうなこう勢いがありますね。そうですね、鮮やかに決まりました。左からの背負い投げ1本、この後はインドネシアの試合が、このともえも手足払い、足払い、これは有効、有効ですね、有効を取りましたね、はい、効果有効と2つのポイントを挙げました、はい、足技で、有効ポイントを取りました。韓国のアン・ビョン軍です。だから非常にね、見とってね、技が切れないからね、はい、一見あんまりそんな強いんじゃないんじゃないかなと思うんですけどね、だからそつないですよね。ここは引っ込み返しから抑え込みになってますね。つまりそう見えるというところは、最後のところの決めがこう非常にいいということですか。うん、あんまり上段しから非常に強いですね。あ、抑え込みですね、抑え込みですね、はい、抑え込み、抑え込みに入りました、ね、完全に固めた、はい、抑え込みに入った、はい、崩れのこれ横四方になりましょうか、そうですね、ね、この格好はね、はい、はい、抑え込みに入りました。ビョン軍上の方からのしかかって、完全にこれは抑え込みに入っています。すでに有効と技ありを取っています、はい、あ、完全に入りました。今度は崩れ上手に変化、崩れ上手に変化しましたね、はい、抑え込みは継続、20秒経過、25秒経過、30秒で1本、アンビョン軍決勝進出を決めました。まあ最後はこのアン得意のですね、そうですね、寝技で来ましたけれども、佐藤さん、その動きが今一つというところがちょっとこれ気になるところなんですよね。そうですね、動きいまいちですね。そうですか、はい、
全体にだいたいこの人はそれほどスピードのあるタイプではないんですか。スピードのあるタイプじゃないです。でももう少しきめ細かいですよね。でも今の試合ではね、いまいちですね。そうですか。吉田が十分食い込めるチャンスありますね。そうですか。いやそれは非常に楽しみになってきました。ビョン軍が勝ちましたが、表情を見てますとこの人ほとんどこう変えないでしょ。出足払い、送り足払いですね。出足払いをして、The winner of this match is the white set. で、これから抑え込みの方はあるようです。吉田がちょっと攻めきれないか、襟締めに行くか、相手の襟を取った、あっと襟締めに入ろうとしますね。どうですか、十字を狙ってるでしょ。十字ですか、はい、四つん這いからも十字を狙ってですね、と帰りました。さあどうでしょうか、上の方が日本の吉高でありますが、懸命に逃れようとしているのが中国の周長か。十字ですね、完全に十字ですか、はい、でもみんな十字は知ってますからね。はい、手を取って、あっと格好はついてきましたね。はい、腕ひしぎ十字固めに入れそうでありますが、どうでしょうか、腕を引っ張れません。懸命に中国の方は足をかけてきています。これで腕を思いっきり引っ張って固めに行けば十字固めになります。入った、十字固め入った、どうか、決まった、一本十字固め鮮やかに入りました。じっくりとこの相手の動きを見ながら自分の体勢を作って固めに行きましたね。はい、これで日本の吉高決勝進出を決めました。予想通りアン・ビョン軍と日本の吉高の決勝戦ということになりました。今の試合ご覧になっていかがですか。そうですね、もう少し後ろを攻めてね、相手が前を出すようにした方がいいんですけどね。何でもいいですから、ね、工業高等専門学校の教員であります三戸則之四段、24歳です。身長が非常に高い。振り込み足から今度はもう一回巴で返します。抑え込み、完全に抑え込み入りました。こういう形が得意のパターンですね。なかなか流れがいいですね。巴、から振って完全に体勢を固めました。抑え込み、もうすでに技ありを取っておりますので、25秒までいけばこれは合わせて1本ということになります。完全に抑え込みました。試合経験は不足ですけどね、国際大会の試合は不足ですけどね、よく考えるこの選手ですね。それから年齢もいってますから、落ち着いて試合やってくれるんじゃないかなと思いますね。そうですか、はい、ここで合わせて1本、すでに技ありを1つ取っておりますので、25秒間を抑えまして技あり合わせて1本で、まずは86キロ日本の三戸則之、これはまあ順当に、順当ですね、これは、勝ち上がったというところであります。日本の左側の方の三戸則之がまず1回戦第1試合を勝ちました。この86というのは佐藤さん、今日本でももちろん各も同じようだと思いますけれども、一番強化が必要なクラスですかね。両国ともね、はい、世界の中で試合開始から1分経過、日本鮮やか、さあヒョンジュ、大外刈りですね、大外刈りですね、この喜びを、もうチケットは1枚もありません。超満員の迫る会館が早くも大喜び。さすがはハーヒョンジュ、右からの大外刈りで1本、3分55秒を残しまして勝っています。したがって1分5秒で勝負が決まりました。なるほど、貫禄勝ちですね。さすがですね、さすがですね、さすがゴードのメダリスト。さあこのハーヒョンジュと日本の菅井、何かこう今からですね、佐藤さん、ドキドキするような、そうですね、気持ちになってきますがね。黄金のカードですね。そうですね、去年が、ちょっと見ましょう、大沢ですね、何かパワーでこうねじ伏せたような感じのね、すごい大沢がありでしたが、まあ、菅井が世界選手権去年はゴールで勝ってますでしょ、はい、他にね、あとしてはこう。なりませんけどね、はい、技の効果、ポイントになってきますね、はい、韓国のスタイルこういうのを一度内股ですね、1本、左からの内股1本、勝ちました、パッキョンの決勝進出。今は 袖を持ったですね、そこから綺麗に上がって跳ね上がってたですね、つまりそれだけ引き手が十分でしたので、完全に相手が背中を見せたということですね、はいはい、どうやら左からの内股が相当得意のようですね。そうですね、はい、今袖を持ってますね、はい、
袖を持ったですね、きちっと。しましたね。で、これから。袖口ですけどね。はい、これから。ここから上げましたからね。ああ、なるほど。それで引っ張ってるわけですね。はい。はい、鮮やかに裏返しになりました。左の内股で勝っています。86キログラム級。これでまずは、準決勝。勝ち上がって、パッキョンホが決勝進出を決めました。またまた韓国。落ち着いてじっくりと引き手を狙って打ちました。内股ですね。内股。どうか。はい、有効。有効が、お、技あり2つ出してますね。技ありに変更になりました。有効から技ありに変更になりました。副審2人が技ありを取っています。ここからあの、はい、抑え込みに入りますかね。どうでしょう、はい、今度三の辺の方が上です。ちょっとこれ変則的な格好になってきました。これはちょっと抑え込み入りにくいような格好でありますが、どうでしょうか。締め技に入りましたか、はい、はい、ちょっと締めに入ってきました。どうでしょうか。今度は抑えに入るか、横四方に入ってくるか、どうでしょうか。まだ足はちょっと絡めているようですね。でまだ抑え込みの格好には入っておりません、ね、あ、これから抑え込みに入るでしょう。入りました。あ、入りました。上四方、はい、完全に抑え込みに入りました。すでに技ありを一つ取っておりますので、25秒いきますと合わせて1本ということになります。もう完全に抑えに入りました。まあ、これはまず文句なしに三戸の勝ちということになると思います。下の方はクウェートのアルハマドユセフでありますが、もう全く逃れることができません。横四方ですね。横四方ですね、はい、横四方に今度は変形して、さあここで間もなくブザーが鳴るはずであります。ここでブザーが鳴りました。合わせて1本、日本の三戸のりゆき順当に勝ちまして決勝進出を決めました。予想通り韓国のパク・キョンホと日本のこの三戸のりゆきの対戦ということになりました。とにかく日本と韓国のもう対戦がずっと続いています。昨日の78キロを除いて全部日本、韓国のメダル争い、金メダル争いということになっているわけですね。ちょっと他の国とは差がありありすぎますね。そういうことですね、はい。筑波大学大学院の卒業、秋田県出身の三戸紀之決勝進出、これが内股ですね。そうですね、これが一番得意なんですね。そうですか、はい。まあ、初めての国際大会、はい、イギリスとその小さな大会には出たというお話、はい、佐藤さん作ります。右の方でちょっと足払いをかけて、うん、っと中の方に入れました。おー、すごいパワーですな。っと 腕を固めに行きましたか、うん、足固めですね。足固めに行きましたね。あ、これはどうか。一本、そうですね、足で固めました、はい。まあ、日本では山下ね、はい、斉藤がこの技を得意としてますね。あ、そうですね、斉藤は腹固めとも思いますけれどもお腹でグッとこう固める技でありますが、はい、なるほど。しかしこういったこう細かいところもさっとやりますね。いや、これはもう順当にハーヒョンジュ決勝進出を決めました。ちょっと格が違ったですね。格が違いましたね、はい、足固めです。佐藤さん、このハーヒョンジュご覧になってましてね、はい、この人の最も優れているところ、うん、これはどんな点ですか。まずですね、こう非常に体力的に素晴らしいものを持ってますね、はい。でバランスがいいです、非常に。だから闘争心があります。闘争心がね、大試合で強いですね。柔道に最もあの人を落とす闘争心がね、うん、で大試合における集中力がこれ持ってますね。なるほどね、うん。まあ、こう自らをこう燃え上がらせて、 そうですね、それをこう自分の力にこうしていく、はい、そういったものも非常にうまいようですしね。ハーヒョンジュが勝ちました。決勝進出を決めて95キロ。一方は日本の菅井になるか、それから菅井はこれ左組ですね。左組です、はい、相手は右、相手は右ですね、はい。相手はもう怖がっちゃってですね。あ、いやいやいや、ね、もう無理ないですよ、世界チャンピオンですかね。そうですね。あーというのか、ね、日本鮮やか、ね。わずかに20秒かかっていませんか。20秒ぐらいですね、はい、鮮やかに左からの内股、大きく跳ね上がった、まあ、インド196センチのカバス、より菅井の勝負感がいいですからね、はい、この勝負感がいいからね、歯は怖いんですよ、やっぱり切れるから技が切れますからね。そうですね、あの去年の世界選手権はですね、はい、あの佐々さんご覧になったと思いますが、まずはこれちょっとその技の切れ、196なんですね。あれだと受け合ったんですよね。そうですね、なぜこんなに切れがいいかというとですね、彼の崩しがいいんですね。毎日切らす崩しがいいんですね。あ、そうなんですか、ですね、この後は。その時は佐々さんご覧になったと思いますが、どんな流れだったんですか、はい、決勝戦は。なんですが、その張四郎は無差別の方に登録してきたわけですね。すね、はい、つまり斉藤との対決をこれ避けたわけでありますけれども、はい、
ナミからの体落とし有効ですね。有効になりましたね。有効2つですね。有効2つ取りましたね。なかなかあのうまいですよ、あの長はですね。そうですか。まあ私どもはあの日本の最高そうですか、はい、これはここですね、はい、今効果を取って今度は1本体落としになりましょうかね。背負い投げになりましたかね。はい、偏り強いですね。あ、鮮やかに決めましたね、はい、なかなかうまいです、はい。無差別級5人がエントリーしておりますが、1回戦、まあ、第1試合これだけしかありませんが、チョ・ヨンチョルが右からの背負い投げ1本、もうそれまでに有効2つと効果1つを取って、まあ、圧倒的にリードしていたわけですけれども、予想通りに準決勝進出を決めました。今日もおそらくこの無差別級は日本と韓国の争い、それから、95キロ超級はどうでしょう、やはり同じような対決になりましょうか。そうですね、はい、まあ、の最強の方はですね、中国のこのスーがね、出てくるかわからないですね。ああ、上国生の方ですね、はいはい、カンパックしてきてるか、はい、韓国の柔道ファンの人も興味持ってるんじゃないですか。そうですね、はい、日本の最強の相手は第1本、そうですね、勝ちました。わずかに10秒、問題がありますね。恐れ入りました、うん、お見事、裏返しになったインド。強い強い。いや、斉藤が握手を求めに行こうとしましたが、インドの選手はもうさっさと引き上げてしまいました。なるほど、鮮やか、左からの内股、大きく跳ね上がって98キロ、シャムシング、マットに沈みました。そのシーンが出ますが、どうです。左内股ですね。左内股、ちょっと格が違いますからね。鮮やかですね、これはね。さあ、勝負が早くなってね。そうですね、わずか10秒ですよ、はいはいはい。これで鮮やかに斉藤が一本勝ちで、95キロ超級の決勝戦はこれはどうか。1本斉藤1本、ちょっと甘かったですね。そうですか、ちょっと甘かったですけども、はい、相手はクエート25歳、シャリフ・シャリック斉藤1本、はい、これはどうか。1本斉藤1本、ちょっと甘かったですね。そうですか、ちょっと甘かったですけども、はい、ちょっとですね、右からの体落とし鮮やかに決まりました。56秒、始まってから56秒で一本勝ち、体落としチョ・ヨンチョル決勝戦進出を決めました。予想通りにチョ・ヨンチョルが勝っています。まあ、おそらくこれも日本の正木との対戦に決勝戦がなると思います。そうですね、はい。あの技を仕掛けるこうタイミングといいますかね、はい、これまもなく出ますが、片襟から言ったんですね、はい、片襟から大内ちょっと引っ掛けて体落とし残ったですね。なるほど、はい、これあの佐藤さん、ちょっと大内に行くぞと、はいはい、いうふうなこう感じでこ う, うで、ね、ちょっとちょんちょんという感じですね。はは、2段体落としですね。あ、そうですか、はい、つまりこの辺りが日本の148キロ、天理大の研究生、去年のソウル世界選手権が無差別級を制覇、チャンピオンになっています。さあ、まさき得意の格好に持ち込みます。うん、支え釣り込み足、まずちょっと崩しました。うんと、いったいった、払い腰と一本、鮮やか、23秒、ちょっとね、問題ならですね。いや、これは鮮やか、もう自分の完全なる得意技ですね、はい、42歳インド敗れました。日本の正木勝って、無差別級は準決勝を勝ち上がって決勝戦、いよいよ予想通りチョ・ヨンチョルとの対戦が待っています。うん、まあこれはもう、ああ、これは問題ならないですね。問題にならないね、はい、試合でしょうから。まあしかしインドの42歳の選手にはちょっと驚きましたが、そうですね、これ出てきますが、はい、すごいですね、得意の形ですね。得意の形ですね。鮮やかな払い腰、左払い腰、まさきが順当に勝って、無差別級は決勝戦、韓国とのチョ・ヨンチョルとの対戦、それから95キロ超級は韓国の、キム・イクというふうにも変わってきてるなという印象を受けるんですが、いかがですか。日本の柔道中はね、あ、決まったですね、内股一本、これは3位決定戦、はい、アワド・タラル・クエートとキム・イクス、あー、これは見事にあっという間に決まりましたね。あ、そうですね、7秒ぐらいですか、これは95キロの3位決定戦、はい、初級の3位決定戦でありますけれども、先ほどね、あの、キムは
中国の一人に負けましたけどね、はい、場が非常に強いということですね。あ、そういうことですね、はい、一気に勝負3位ということになりました。それがちょっと出てきますけれども、先ほどはもう 2m20 だったですから ね、 うね、こういう技は出せませんでしたけれども、はいはい、まあ、よく決まったですね。そうですね、その斉藤が登場してきます。相手は中国の上国生、くるっと回って大外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 から内股、これはダメ、相当に重そうです。斉藤がしかし自分の格好を完全に使った、体を取っていった、転がした、これはどうか、技ありか、あ、これは抑え込みに入ってきました。技ありからけさ固め、けさ固めに入りました、はい、技ありからけさ固めに入ってきました、はい、これは抑え込みでありますので25秒いけば合わせて一本勝ちということになります。完全に入りました、 2m20 を抑え込んだ日本の斉藤、けさ固め、日本初めての金メダル、まず確実だと思います。しっかりと固めている日本の斉藤、 2m20 の上極性全く動けません、ね、間もなく一本勝ちになります、無駄、一本勝ち、はい、日本初めての金メダル、斉藤が勝ちました。なんとなくホッとしましたね。あ、本当そうですね。あ、日本のこの支援団の方も、拍手が湧いています。日本の斉藤が勝ちました、まあ、予想は日本の斉藤が、文句なく金メダルを獲得しております。そうで、よくパリって稽古してますね。あっと、これはどうか、1本1本ですね、返しましたか、今のは支え釣り込みですか、返し込みですね、鮮やかに勝った中国の張明星であります。相手が出てくるところを左の方と、はい、来たですね、振りましたね、はい、大きく手足をかけました、はい、鮮やかに裏返しになりました。これで中国張明星の3位が決まりました。ほほ、なかなかの技を見せましたよ、うん、そうですね、タイミング良かったですね、タイミング良かったですね、それが出てきますけども、これですね、そうですね、あ、支え釣り込みはしているんですか、はい、それが出てきます。この大会なのが良かったんじゃないかなと思います。最後は払い腰になりました。ヨルドシが効果2つリードされていましたが、さあその逆転の一発を決めました。あ、曇ってきましたね、曇ってきましたね。女子の61キロ級小林貴子、2人が登場しましたが、吉田選手は順調に勝ち進んで準決勝に進んでいます。一方の、まあ、女子の方では72キロ級でキム、ミジョンがですね、はい、田辺に勝って金メダルを取りました。男子の方では今敗者復活戦に回っているキム・ビョンジュル、一本背負いは技ありです。一本副審の2人は1本に変わりました。そうです、今のすごく低いところからですね、投げが入ったんですけども、勢いが ありましたね、はい、またあのモンゴルのドルズバッドの方も勢いよくも出てきましたんでね、そうですね、その相手の出足というものを何かこう生かした感じの一本背負いになりました。はい、韓国のキムが敗者復活戦勝っています。女子の方は29人の選手がエントリー、男子の方は42人がエントリーしておりますので、したがって男子の方がこの敗者復活戦の数が多くなります。韓国のキム、今度は銅メダルを目指します。破りました。体重調整の話がちょっと途中になってしまいましたが、はい、まあ、外国人選手の場合は相当にこう絞って、そうですね、やはりあの日本人のですね、選手の場合どうしても脂肪がついてくるんですよ、あのそういうところ ですね、脂肪も、まあ、重いますね、はい、かなりあのカニバサミは怖い技で、うん、大内刈り、これはない、さあ返した、技ありとありましたね、取られたかどうか、取られましたね。さすがですね、あの辺の近づくと抱き、相手に抱き、大内に引っ掛けたんですが、それを外されましたわね、外しましたね、まるきりもこれで体が浮いたわけですね、内股ですくい投げですね、はい、すくい投げです、すくい投げですね、
ってます。斉藤の右腕を取っていますね、はい、これぐるっと回るという形になりますね。手が離れましたね。斉藤の両手を結んでた手が初めて片方ですねズボンを握ってますが、これだと切れますよ。これ伸びましたね。これですね、はい、1本ですね、1本ですね、はい、いや関節を取りましたが、しっかりと切れましたね。顔が真っ赤になりました。ウィリハルム斉藤を破りまして、あ強い、なかなか強い柔道ですね。そうですね、一本勝ち斉藤を破りました。今のここですね、抑え込みの体勢から一点崩れたんですが、解けたんですが、相手の力が強いものですからですね、ワンログで負けたんですね。引っ張り上げました。こうなりますともうどうすることもできません。関節技でウィルヘルムが斉藤を下しております。さて残り時間がまだ20秒あります。無差別級の2回戦、日本の渋谷とオランダのオースタン、この内股を返しました。返しましたね、返しましたね、はい、効果を取りました。相手に内股が来るところ、これを返しました。これも抑えなきゃいけませんね。そうですね、はい、効果を取りました。渋谷を殺しましたから足を絡まれないように、さあこれで抑え込み入った。はい、自信の回もなく抑え込み。あ、相手 の投げに来るところを待ったんですね。そうですね、回収が早かった、毎回しました。巻いたんですね、1本。渋谷の一本勝ちです。オランダのオースチンを破りました。これはちょっと期待できますね。日本の渋谷がオランダのオースチンを破りました。日本勝ちです。技には弱いですからね。しかしこれは危ない、はい、あっと入りましたね。技ありですか。大外配信ですね。技ありです。技ありですね。高く上がりました。一本取られても仕方のないくらいですね。はい、いやなかなか見事ですね。見事ですね、118キロという渋谷の巨体が舞い上がりました。このあたりにも小川選手の落ち着きを感じます。さあ返しました。技ありです。小川技ありを取りました。そして寝技に持ち込みます。横四方に入りました。すかさず横四方に抑え込みです。先ほどの技が技ありで25秒抑えますと合わせ技一本勝ちになります。横四方固めにがっちりと決めました。ちょうど95キロを超えるクラスの決勝戦も横四方固めで決めました小川です。まもなく20秒になります。あと5秒です。これで25秒、技あり合わせて1本、合わせ技小川一本勝ちです。2分27秒です。2回戦から出場しまして、西ドイツのバンデグローベンを大外刈り、そして今キューバのモレノを2分27秒、あっさりとこう内股決まった。鮮やかです。2分12秒左内股、この拍手をお聞きください。ピオニールホールの合わせて2階級制覇の期待がかかります。キムトザリズもですね、教育的指導、はい、送り握ってますね、あ、おこれは今の効果ですね、有効なりましたね、抑え込みです、抑え込みです。上四方固めに入りました、ね、完全に抑え込みに入りました。がっちりと決めています。さあ小川10秒経ちました。あと20秒です。2階級制覇、そして無差別連覇、日本のエース切り札小川、まもなく20秒です。日本のコーチ陣も総立ちになりました。上四方固めにがっちり抑えた。あと5秒です。30秒日本の小川やりました。見事な2階級制覇。193センチの小川、大きなガッツポーズ。実に鮮やかな勝ちっぷりです。畳を叩いて悔しがりましたキボルトザリゼ、見事な抑え込みです。1分43秒、
この優勝を決める決め方も実に素晴らしいですね。そうですね、やはり圧力かけて押してますからね、はい、相手が送りにいるところを倒しましたですね。あの倒した技は何ですかね。どういったらいいでしょうかね、まあ、相撲では押し倒しでしょうけども、まあ、弾みもあったんでしょうけどね、はい、バタッと後ろに倒れましたね。さあ優勝インタビューです。準備ができましたらお願いしましょう。秋葉記者どうぞ。ついにやりました。そうですね2階級制覇。そうですね、まあ、この選手は ね,、はい、まねやりにくさというものを感じになりました。そうですね、まあ、でもあのソ連でもう一人テナーゼ選手がいるんですけども、まあ、その選手よりはあのやりやすいという印象はありました。まあ、これまでもあの前の試合でもですね、はい、背負いが出ていたんですが背負い投げで1本取るまでにはいかなかったですよね。そうです、この試合だけです。この試合だけでしたね、はい、これも狙ってましたか。そうですね、まあたまたまこういう組手になりましたので、ええ、まあ、ここからなんとか背負い投げを繰り出そうとは考えていました。かなりの変形ですよね。はい、まもなく表彰式を行います。2ヶ月級この内股を残して1位から5位の優勝者はこれですね、ランクインしたのは千葉カードの5位の選手です。藤井さんいかがですか見てて。そうですね、うまく左手を操作しましたですね、ええ、こういうあたりがね、うまくまとめたなという感じしますね。ご覧いただきました61キロ以下は、オランダのジェニーガルとポーランドのホクスラバ・オーレフノビッチ選手が、3位になりました。この熱戦の模様は福岡国際センターから生中継でお送りしています。私ってバタイエ選手、はい、チームメイトによりますとね、大変な美食家だという方なんですけど、フランス人になるんですね。スカッシュがうまいそうですが、カニバサミどうでしょう。有効ですね、有効ですね、逆転カニバサミですね。はい、カニバサミ逆転、はい、おー外国の選手はカニバサミよくやるんですよ、ね、しかし本当に残りも30秒切ってましたね、こちら開会式が行われています。ソビエトでの柔道人口は15万人と聞いております。子どもたちが柔道着に身を包みながら今乱取りを行っています。この会場技に行こうという山下です。試合時間が5分ですが今1分11秒過ぎました。前回はこの体勢から送り襟締めで一本勝ちを決めている山下であります。ポーランドのレシコとの対戦です。さあ今度は横四方に入った、横四方抑え込みに入りました。横四方抑え込みに入りました山下。レシコが逃れようとしています。126キロ、127キロの山下、上から横四方で抑えています。30秒で一本勝ちになります。どうやらレシコも諦めたようですね、はい、動きは止まりました。前回はあれですね、締め技を用心してなかったんですけど、はい、今回は締め技を用心したところはですね、はい、横四方で抑えましたですね。30秒経過しました。見事な一本勝ちです。山下2回戦から登場しまして、ポーランドのレシコ横四方固め2分4秒で決めました。しています。藤井さん、はい、ソビエトの新鋭と見ていいんでしょうか。そうですね、ベルチェフは出てませんからね、はい、はい、ベルチェフにも勝ったんじゃないかなと思います。そのソビエトの新鋭のビクタシェフと山下の対戦、これが3回戦になります。物手紙を見せましたビクタシェフ。山下も十分に警戒しています。これは初めての対戦ですね。そうですね、ビクターシェフは力が強いんですね、ものすごく、はいはい、それともう一度左手で、はい、奥襟握るわけですね、背中あたり、はい、この奥襟ですね。山下は左ですからね、はい、これいいですけども、これ右だったら十分に握られますからね、はい、低い体勢に潜り込もうとしますビクターシェフ。山下は左をまず取りました。
このモロ手モロ手ですね、これをよく返しました山下、なかなか強烈ですね。そうですね、できます、行きたし、山下ここで支え釣り込み足を見せました、寝技ですね、はい、寝技攻めた方がいいと思います、はいはい、さあ寝技に行くか山下、まずこの体勢から一応締めを狙う、締めですね、はい、締め、さあ、あ、締まってます、締まった、締まった、締まった、一本勝ち、一本勝ちです、一本勝ち、山下ソビエトのデビシェンコを破り、リクタシェフを破りました、送り襟締めですね、送り襟締め、はい、決まった時間、はい、技ありを取りました、プレッシャープレッシャー、最も選手との熱いところ、そぼり投げに行きました、デビシェンコ、さあ、突っ込んだ、外、技ありを取りました、プレシェル、プレシェル、技ありを取りました、これが大きな大きなポイントになりました、両者ともに世界選手権初出場、おうち返しですね、はい、はい、やっぱりおうち返し返しましたですね、さあ、攻めに行きます、上になって攻めます、プレシェル、残り時間が1分13秒12秒、これはあまり深追いすると、そうですね、腕利きに十字固めという得意技があります、ソビエトのデビシェンコ、ご覧のように技あり大内返し、県は初出場、うん、あ、決まった、決まった、十字固めに行きました、あれは最も得意なあれですね、はい、一発の技を見せました、はい、今効果を取りましたが、これは腹心が効果はないということであります、有効がないということであります、山下が上になりました、さあこれから得意の山下の寝技に入ります、山下が寝技に入ります、締めに行きます、藤さんこれ送り締めですね、送り締めですね、はい、はい、得意ですねこれ、はい、変えたら分かりません、ちょっとあれですね、ちょっとチャンスを逃した山下、試合時間が7分間まだ45秒、また送り襟締めに行きました、山下得意の体勢に入った、返した返した、さあこれから抑え込みに入った、横四方に入りました、横四方に入りました、抑え込み、山下得意の横四方、まもなく10秒になります、左手で股に突っ込んでますからね、はい、あれで腰を接することできますから、はい、あれが入ってないと返されますね、さあ重量級の3連覇がかかります、山下前回は2階級制覇しました、今回はこの重量級に史上初めて3連覇、一本勝ち、山下世界選手権史上重量級の3連覇見事に達成しました、佐藤監督も喜びます、ガッツポーズを見せました、期待に応えました日本の山下、オランダのウィルヘルムを開始1分31、胸に日の丸の日陰信俊、上村さん、この対戦は日陰選手との第一戦ということでね、どんな試合をするか注目したいですね、そうですね、これ日陰の場合ですね、はい、若干スロースターターだからですね、しかも外人とやる場合はかなりその何でもポイントでも攻めでも優位に立たないとちょっと難しいですからね、はい、今のような試合ではちょっとまずいですよ、そうですか、日陰の先制攻撃が欲しいところです、対戦相手はハンガリーの技得意技なんですよね、はい、1本です、あの谷落としをあの見せましたけれども、今の技の場合は何て言ったらいいですか、谷落としですね、谷落としでいいですか、見事に決まりました、本当はこれあのアダムステーマに取ってほしかったんですけどね、そうですね、開始58秒、左からの谷落とし見事に決めました、まず滑り出しいいんじゃありませんか、まあまあいいんじゃないでしょうか、そうですか、128番日陰第2戦に勝ち進みました、日陰選手の予選の2回戦です、対戦相手はオーストラリアのチッコ、1回戦は順調な滑り出しを見せました日本の日陰、日陰が攻めます、先手を取って攻めます、ちょっと持ち手が甘いですね、ああそうですか、予選の2回戦も順当な勝利を収めました、ちょっと動きが見えてきて、そこであの払い腰が出ました、なかなかいいタイミングでしたね、いいタイミングですね、
相手も警告取られたから前に出ないといけないということで来たもんですからね、ええ、簡単に取れましたけどね。ありがとう。日陰が出ます。日陰が積極的に出ます。暴れるは奥襟をなかなか掴むことができません。あそこを持たさないと暴れるは攻めれませんからね、はい、いいですね今の組手は。そうですか。前回の世界選手権では決勝戦で敗れました。惜しくも涙を飲みました。その野瀬であります。今回はその雪辱を期しています。上村さん、この李選手というのは日本の選手には日本の柔道ファンには馴染みのない人ですね。今まで甲がいたんですけどね、このクラスには。ちょっと初めて見る選手ですね、これは、はい。まあ、この第一戦野瀬どんな戦いぶりをするか、調子はどうなんでしょうか。もうマイペースでかなり調子上がってますよ。そうですか。もうベテランですからねこれは、はい。31歳になります野瀬。さあ抑え込みに入るか。抑え込みも十分です。抑え込みに入りました。ちょっと不完全ですね。と逃れようとします。完全に今度は完全に入りました。縦四方の体勢になろうとしています。決まりましたね。これはもう完全に肩を決めてますからね。ま、はい、もなく20秒、あと10秒です。完全に縦四方抑え込みに入りました。まもなく30秒、ブザーです。日本勝ち。残り時間が3分54秒1分6秒で決めました野瀬。まず予選の第一戦立ち上がりは見事な一本勝ちを見せました。出足はいいですね。落ち着いてますよ。この選手も日本にはさほど馴染みがありませんね。この人を打ちまくりました。有効を取りました。まずポイント。あんまり声を出す選手じゃないですね、はい、有効を取りました。有効になりました。有効が2つ目。そのまま。あ、力強いですね。力跳ね返しましたね。そうですね。技ありは大内狩り、技ありになりました。さあ今度は締めに行きます。出ました。ここはもうカヌーは必死になってこう寝技で行くでしょうね。後ろからあと時間稼ぎですね。時間稼ぎでしょうね。時間がなくなっていきます。残り時間があと1分です。残りがあと1分。ここは今野瀬は攻めに出られません ね、 ねえ、ちょっと首狙われてますからね、はい、苦しくなります野瀬。残り時間が45秒です。効果一つ取っています。フランスのカヌ、逃れたい野瀬、逃れたい野瀬です。カヌが抑え込みに入ろうとしています。時間がなくなります。30秒。あ、首入ってますね。首入ってますね。閉まってますか。あ、1本野瀬落ちた。締められました野瀬。カヌの一本勝ち。締め技が決まってしまいましたね。入ってしまったらやっぱ力強いからですね、行ってしまうんですよね。カヌの一本勝ちであります。残念ながら野瀬敗れました。大丈夫ですね。大丈夫です。野瀬も必死に頑張りました。この世界選手権に長けていた野瀬でありますが、残念ながらまたこのフランスの新鋭のカヌに敗れました。The following paid commercial presentation is brought to you by Quick and Bright.
Skin Bright, the first and last word in cleaning products. It's all natural, all easy, all in one. Stay with us for the next few minutes, and you'll see how Quick and Bright can change the way you clean. You're about to discover the secret of saving money while you clean everything inside and outside your home faster and easier with this one amazing cleaner, Quick and Bright. We use it for everything. I haven't found anything better at all. It's fabulous to have a product in my household that does so many different things. Liberating. Hi, my name is Larry Gorley. I'm president of Quick and Bright. Quick and Bright's a family-owned business. It's been around for over 40 years. The trouble with the world today is it's become too specialized. Take, for instance, your bathroom.